初初初心心心者者者のののための初心者による初心者のん違うなまあいいやきよきよです今回はですね、この国旗ですね。なんか国旗をね、まあ、今私ちょっとこう排除しちゃったんですけど、まあ排除したにも理由があるんですけども、国旗をここにこうずらーっと並べてる村をたまに見ると思うんですよ。それなんで国旗設置してんのもう1つ10万かかるやんみたいな感じを思うと思うんですね。ですがですね。 ととした置く理由というものがあるんですまあ実際デコレーションのところを見てみると本当10万円するんですよねですが <coughs> なぜ置くかそうですこう選択して「売る」というボタンを押せますねそうすると本当に国球をゴールド1万で売りますかと出るんですねそれさ本当に割が悪いんですよ10分の1の値段しか返ってこないんですということは私今35万ありますけども3本しか買えないなぜ置くかそうなんです こういうねこういうい状況大工が全員埋まってる状況でまあ私はあと12時間で逮捕が終わるので12時間待てばいいですけどもあとねもう4日とか4日とかそういうもう3日6時間みたいな全部3日とか4日になっちゃってる次元の時にもう金が100万200万300万400万あったらもう完全に嘉門になっちゃうわけですよもう捉らちゃうわけですよすぐにだから国旗を置くんです 確かに確かに確かに1万円で割は悪いかもしれないだけどだけどやはりもうね金貯蓄用ですよね、うん、これあの確か国金20本ぐらい建てられるんでまあ、いざという時の20万いざという時にまあ20本買うにはまあ200万かかりますけども、まあ、売却する20本売却したら20万手に入るので万一。まあ まあ,あと1万足りねえないっててう時は売却してもう私もですね実際にあの大砲が今160万かかるんですけどもあの15 6 150万6,000円ぐらいになっちゃったんですよであと4,000取るのに攻め込まれたら面倒くせえなっていう時に1本打ってやるって感じにしてますねまあというわけでもう国旗はただのね見せしめというわけではなくそういう意味があるんだよということでしたご視聴ありがとうございました